沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳を発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。前回の番組の前にクミウドゥイの話が出まして、取り上げてもらいたいなとお話をしたところ、今日はヘシキアチョウビンの話題だということで楽しみにしています。普通クミウドゥイは難しくて縁がないなと思っている人が多いので、古典名作に触れる良い機会だと思います。はい、グスイオチュウガナビラ手帳発行人の前翔です。はい、実は前回7月21日なんですけど、その時の記事の中に、はい、組踊り立ち方の宮城の方人間国宝2006年というのがありまして、はいはい、まあ、宮城の方さんの演じる終身金入れの一場面も流したいなということを、はいはい、番組の前にゆきさんに話をしたら、はい、とてもいいですねと言ってなったんですけど、はい、私と組踊りは長いということと、はい、まあ、どういうふうに説明するかとかいうのが難しくて、うん、その時はできなかったんですけど、はい、今回はですね、ヘシキアチョウビンに関連する話題がありますので、うん、それを取り上げて、ヘシキアチョウビンが作った組踊りの手水の縁、はい、そのごく一部分だけど、それを聞いてみようかなと思っています。はい、さて、7月の27日のページを、はい、手帳をお持ちの方はぜひ見てみてください。はい、そこの中に、ヘシキアチョウビン280年期再開催うるま市活連ヘシキア2014年というのがあります。はい、まあ、280年期なんてすごいなと思ったんですね。はいはい、ヘシキア長瓶というのは組踊り手水の縁の作者で、はい、まあ、悲劇の文学者とも言われています。うん、琉球王朝の昭慶王の時代にその時の実権者だった西園に対立をしまして、まあ、反逆を企んだということで、非常に残酷な殺され方をしているわけですね。うん、那覇市のアジャの海岸で、うん、なんと貼り付けなんですよ。貼り付け15名貼り付け、15名が処刑されまして、ヘシキアチョウビンとあと一人のトムヨセアンジュンというこの二人が首謀者ということで、この二人貼り付け、うん、あとは斬首、打ち首なんですよね。で、家族はバラバラにされて島流しという、沖縄の歴史では一番残酷な処刑がこの時されたんじゃないかなと言われています。それが1734年の7月26日です。ですから、まあ、これ昨日ですけど、282年期になったということなんですね。長瓶は一時期うるま市活連ヘシキアで脇地頭という役人、はい、このヘシキア部落が長瓶の領地になっていたことがあるんですね。で、その時に首里から移り住んで百姓と一緒に生活をして、百姓に相当尽くしたと言われていまして、うん、長瓶が農民のために作ったと言われるため池があって、うん、そのため池工事の時に、取った土で盛り上げて作った丘、うん、それがヘシキア滝野という丘が残っていると言われていまして、うんうん、そこに今でもヘシキア長瓶の碑文とか記録碑が残っています。まあ、そこで280年期が行われたということなんですね。はい、まあ、ついですけど、昔の沖縄の人の名前、我々はヘシキア長瓶と言ってますけど、はい、それはヘシキアという場所の領地だったからヘシキアなんですね。うん、これが玉城を領地にもらえば玉城、まあ、玉城長君みたいに、これはどんどん変わっていきます。ヘシキア長瓶の一族は門中名で言うと高尚という名がつきまして、うん、方向の向なんですね。うん、方向の向で小と言います。なぜかというと王家は小王家ですから、うん、上に三髄が3つのチョンがついている小なんですね。はい、でも王家の傍家、なんていうか子供の次男坊だとか、うん、そういう傾向ところは王家に遠慮して上の3つの棒から2つを取って、うんうん、向かうという字にしてこれ小と呼ばせてるわけです。なるほど。だからこの字が出てくると、うん、高とは呼ばないで小と呼ぶんですね。うん、そして王家の一族だなというのが分かると。嫁は小なんですね。王家の一族なんですよ。はい、さて、その組踊り手水の縁は組踊りの中で、唯一こういう物語を取り上げたと言われてますね。はい、
娘の田町が大和に手水を汲んで与えたところから始まった恋なんですね、うんうん、手で水をすくって与えるというのは、まあ、愛情表現なんですね、うんはい、で田町は大和は田町のところに忍んでいきますよというわけですね、うん、で田町はそれを最初は絞るんですけど受け入れまして、親の許しも得ずに恋仲になったということでこれは不義であると当時の社会で許されないということで田松は処刑されると、まあ、親から破門されて殺されるという残酷なことになるわけですね、はい、でその場面に大和が駆けつけまして命がけで田松を助けてさらに親を説得して、まあ、許されてですね田松と大和が手を取り上げて立ち去っていくというシーンで終わるというハッピーエンドであるんですね、はい、あっさりこうハッピーに終わりますよねあれと思いますそう、まあ、これ本当だったらね最後まで認められなくて心中するということになると思うんですよ、うん、沖縄の親もやっぱ甘いところがありまして、うん、最後には許してしまうんです、うん、でもその元々の元にはもう住めないわけですだからどっかで都落ちをして二人で暮らしていくとなるわけなので、うんはいはい、逆に言うと心中すればねそれは多分劇作品としてもそれは認められたと思うんです。最後は親も許してしまうんで、こんなことを許したら世の中が乱れてしまうということで、まあ長編自体が謀反者だということもあって、この劇自体が社会を乱すということで長い間上演禁止になっていたという作品なんです。なるほどね。130年ぐらい経ってから初めて上演公式の場で上演されたというんですよ。うん明治になってはこの芝居村芝居が出てきてこれ上演されてとても人気になるんですけど、うん、やはり時の警察署長が見てこれは問題があるということでやっぱり禁止になったらしいんです、うん、スキャンダラスな作品だったんですね。そうですね。特に大和が多摩津のところに忍んでいく場面で歌われる中風節はとっても人気だったらしいんですね、うんうん、で今でこそ組踊り非常に難しい歌だと言われてるんですけど、うん、当時多分これね発表されてから1、2年後に長瓶は処刑されてるんですよ。でもこのわずかな間でこの手水の縁は女性の間にわーっと広がりまして、うん、女性が集まるとこの話題で持ちきる、うん、そして、中風節とか特に大和が恋しのんでいく場面っていうのは口伝いで歌り継がれて、うん、三味線演奏なしでもですね女性同士で歌って、うんモアチビの時もよく歌われたらしいんです。だから当時の流行歌なんですね。はい、でさらに大正に行くんですけど、大正7年に時の警察署長がこの劇を見て、うん、なかなかいい芝居だと。うん、一番良かったところは、なんといっても男の大和が玉津のところに忍んでいく場面は何とも言えない風情があると言って褒めるんですよ。うん、実はそれまでは上演禁止だったわけですね。うん、だからこの所長が褒めてさらに所長は多分前にやった時は甚だ解約してですねいかがわしい点があったんだろうと思うということで上演を許したというエピソードがあります、うん、でその中から大和が玉津のところに恋しのんでいく場面のセリフのところをちょっと聞いてみようかなと思います、はい、先にかけます。ゆきさんからちょっと解説、はい、あ、はい。組踊り手水の縁から大和が玉地のところへ忍んでいく場面。ここも長いので玉地が忍んでこられるのがあなたが忍んでこられることがとても待ち遠しかったと言います。そして大和が愛しい人よじっとしていれず訪ねてきました。玉地が愛しい人よ一目何ですか、人目があるので人目があるので中に入って積もる思いを語り合いましょうという意味のところです。はい、はい、それではちょっと待ってさっき CM 行っていいですかCM 行ってからじゃあCM の後にお届けします。はいはい、この番組は丸政印刷の提供でお送りしています。じゃあ勝手に進んでた止めてたのに流れてる。うん、もし難しかったら喋っていて準備ができたら言っていい、はい、ストップしてなかったんだ。ストップしてたのに押せてなかったのか。
じゃあちょっと最初からもうその辺り流しかけてていいですか、うんうん、じゃあ次のコーナーに行ってきますか。あ、はい、あ、何かけます。マルマサ印刷の提供で沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。次の、うん、今ゆきさんがその CD でその場面を探しているところでありますんで、はい、その間次の話していきましょうね、はい、引き続きこれヘシキア長瓶の話なんですけど、まあ、ヘシキア長瓶は時の西音、まあ、沖縄の最高実力者ですね、彼を批判してその批判する文章を薩摩の財務部業に投書したと、これが発覚して謀反だということで逮捕されまして、35の若さで仲間15名とともに処刑をされたと。で、長瓶が処刑されましたのは那覇市阿ジャンの海岸、まあ、そこで貼り付け、うん、で家族はバラバラにされて、奥さんと3歳の子供の娘は宮城島、うん、で男は多良間島の離島の、あ、宮古島の離島の多良間島で、あと一人はそのまた離島の多良間島の離島の仁和島というところに島流しをされたんです。で彼はとても多分悔しい思いで殺されたわけなんですけど、いくつかの自生抜くがありますから、その中にとても彼の恨みというか怨念を歌った歌があるんですよ、はい、うん、赤木赤むさやハベルナティといえばフィッチトムヌシヌイニントムリっていうのがありまして、まあ、赤木赤虫がガになって飛べば、それはヘシキと友寄せ、一緒に殺された首謀者ですけどの恨みだと思えというような残しています。でこういうような大事件があったんですけど、時の実験者の西音の意向を恐れてですね、事件そのものがタブーになりまして、手水の縁は上演禁止で、歴史書にも一切この事件は出てこない。でその結果ヘシキアを弔うこともためらわれて、あ、弔うことも、はい、はい、やっぱり西音の怒りに触れるんじゃないかと。また一方ではヘシキアたちのたたりですね、うん、これも恐れていたという話なんですよ、うん、準備はできましたか。はい、まあ、この辺だと思うんですけど、うん、じゃあちょっと大きくしますか。はい、はい、では手水の縁の先ほど言ったいいシーンですね、田町忍んでいて、うん、恋忍んでいくのね、はい、お聞きください。そのまま流して、あ、流す。はい、いかがでしたでしょうか。ごく一部の場面ですけど、宮城農法さんの、はい、
先週お話に出た、あの人間国宝になった宮城の方さんがこのセリフを語っています、はい、でこの場面があの男の大和が玉津を恋しのんでそのうちに今で言えばずうずうしく上がり込んでしまうという場面なんですけど、はい、そこで上がり込んでしまったんでそれが後で発覚をして、うん、玉津はあの、まあ、一族の恥だということで処刑されようとして助けられるということだったんですよね、はいはい、どうでしょうかね、はい、あの見たことあるんですけどね、あの組み取りね、見てあのだいたいストーリーってこんなもんこう最後こうなるだろうなってこう予想してみるじゃないですか、はい、それで意外でしたね、ハッピーエンドで。そうそう、はいはい、本当と違うんだよね、はい、でね、でもそれ禁止されてたっていうのは初めて知りました。 でもその間にね、女性にはやっぱり人気があってっていうのも初めて知って、うんうん、ね、やっぱり今でも昔でもね、こう変わらないですね、ラブストーリー好きっていうのはね、はい、みんなね、はい、そうなんですよね。ですから今でこそこういうあの古典とか組取りというのはなかなかあの近寄りがたいんですけど、うんうん、当時は一般の女性たちがこれを聞いてですね、うん、もう集まるとこの話題で持ち切りになって、うん、自分たちでこれを口ずさんでいたと、はいはい、もう足目的に歌っていたということなんで、うん、まあ、こういう恋愛ものはやはり女性には人気あるんだなと、ね、だから劇のこう内容を知ってから見たら本当にね感動できますね。そうなんだと思いますね、はい、いつかあの組取り劇場でご覧になるといいと思いますね、はい、いや、さてこれのエピソードみたいなやつちょっとお話しておきたいと思うんですけど、はい、これはあの私にも関することなんですけど、私あの3年ほど前に多良間島に行ったことがあります、はいはい、その時に島流しにされた玉津長瓶の子孫のお墓っていうのを探してみたわけですよ。でその子孫はですね、まあ、長男は仁和島に行って、次男が多良間島、うん、で長男は多良間島に渡ってくるんですけど、うん、間もなく亡くなって、うん、あの次男の血筋が残ってまして、うん、あといろんな活動をしたというのが認められて、あの里主というくらいにつきます。村の役人になるわけですね。で多良間里主になって里主の墓っていうのが孫子邸の文化財になってるんですよ、はい、とても綺麗な、うん、あのお墓です。でそこに行ってあの説明文があるんでそれを見て非常にびっくりしたんですけど、うん、なんと昭和10年にこの墓にですけどね、長瓶とその妻の遺骨を持ってきて納めた人がいるんですよ。沖縄本島に住んでた大宜味何がしとあの与平な何がしがちょうど計算してみると200年後にここに平敷屋長瓶とその奥さんの まああれやその他の子供たちの遺骨も納めてるんです。長瓶は貼り付けにされまして、はい、実はあの何度やりさせても知らないんで最後は長男がですねあの許しを得てとどめを刺したと言われてるんですね。で奥さんは宮城島に島流しされます、はい、で長女もそこに一緒に島流しされるんですけど長女は確か数日で栄養失調で死亡しちゃうんです、うん、で奥さんも 2,3 年で死亡してしまう、うん、で家族はこの日バラバラなんですけど、うん、誰かがですねこれ200年間長瓶とその妻の遺骨をずっと守ってきた人がいるわけです、うん、でそれは時の権力者の西園の目に触れないような形で、うん、隠して弔ってきたんじゃないかなと、うん、そして200年経ったんでこの一族を同じ墓に、まあ、弔うことになったと、いうことなんですね。じゃあこう何代もこう伝えてこれはこうしなさいっていうふうに、そうなんですよね、これは内緒だぞっていうのをやってきたんじゃないかなと思うんですね、はい、すごい。でその後一つまた驚きを見つけたんです。あの琉球王国の最後の王で正太王っていうのがいます、うん、琉球諸軍で、沖縄から東京に連れて行かれるんですけどその時のおそば付きの学者で下は長健という人がいましてその人が琉球見聞録という本を発行してるんですね。でその中に書いてあることになんと小王家ではですね、長瓶を非常に残酷な方法で殺害したんでそのたたれを怖がっていたらしいんですね、うん、それが正家にたたるんじゃないかと恐れていて、明治までですねあの王家の中で密かに長瓶の鎮魂の儀式をずっとやっていたと言ったこれも非常にびっくりしまして、うん、まあ、最後には分からないようにやってたんじゃないかと思うんですね。だから政治的なことで相手を殺した場合はそのたたりが来るっていうのがとても怖かったということらしいんです、うん、でさらにあと一つ7月26日、うん、おととい、はい、おとといですね、
ちょっと用事があったんで、うん、那覇市アジャの近くに行ったんですよ、うん、でだいたいこの辺の場所だっていうの分かってたんで、うん、訪ねてみたんですね、はい、アジャの沖の近くにコンビニがございまして、はい、そのすぐ裏手なんですよ、そこが処刑現場なんです、うん、でアジャの250番地で今はその恵比寿神社っていうのが建ってるんですよ、うん、私は表から入らなくて裏口から来ましたんで、はい、そこで、いろんな神様の霊が祀ってあるところがありまして、うん、ここにふらっと迷い込んだんですね。でそこにいた中年の女性がうがんごとしてましたんで、はい、これヘシキア長瓶の処刑の地ですよねって聞いたら、そうですと言いに行っていろいろ神様の話を教えてくれたんですよ、うん、でこの裏に神社がありますから、あそこの神主さんに聞くといいですよということで連れて行ってもらってですね、うん、神主さんに話をしたんです、うん、そうするとここを訪ねてくる人はね2通りいるんだと、うん、一つは本を見て式や長瓶の処刑の場所として訪ねてくると、はいはい、うん、あと一つは官能という言葉を使ってたんですけど、うん、要するにインスピレーションですね、はいはい、神様に導かれてここを訪ねてくる人がいるんだと、で自分たちの神社は波の英語の別れなんで式や長瓶を祀ってるわけではないんだけど、たまたまそこにいるんで関心を持ってるよと、はい、ただそこの神主さんが言うには問題があると。何ですかというと、ヘシキア長瓶の子孫はね、いろんなところで祀られているし拝む人も多いと、うん、でもヘシキア長瓶の祖先ウヤファウジを今祀っていないんじゃないかなと言ってまして、そこには非常に大きな問題がある、これは直さないといかないと言ってたんです。で初対面の私にあんた調べてくれとかですね、いやいやとして、で今日はヘシキア長瓶の命日ですよって言うと、向こうも気づけてなかったようで、奥さん呼んでらしいよとか言って、なんか記録しなさい、何かやりなさいということを言ってたんですよ、はいはいはい、これも非常に面白いなと思いました。でヘシキア長瓶については玉江清涼さんという人がいろんな本出してるんですよ、はい、このヘシキア長瓶命みたいな人なんですけど、その中に詳しい家系図も載ってましたんで、まあ、神主さんのところに届けないといかないのかなと思ったりしてます。ヒキさんはどうでした、この劇をご覧になって。いや私も好きです。本当唯一恋愛ものじゃないですか。そうそうそう、うん、いいと思う、まあ、みんないいんだろうけど、多分終身感に入れるとこれは特格別にいい感じがしますね。ああそうですね、うん、私もこの大正時代にこの所長さんが、警察の所長さんが言ったあたりが好きですね、セリフが。はいはいはい、はい、ですね、だから思い出して匂い、面影と面影と匂いがね、うん、立つっていう、あそんな表現があるんだと思って、うんうん、だからねすごい、まあ、それとこの話にはモデルがあるというふうに言われてまして、うん、実際に駆け落ちた男女がいて、女は殺されるところだったんですけど、殺せと命じられた人がですね、うん、はい、この乳母役、娘を育ててきた人なんで、はい、やっぱり殺すわけにはいかないという人で、うん、男と一緒に逃がして、はい、それがやんばるに逃げて、うん、名護のアジに見つかっちゃって、これは話を聞いたら名護のアジもそれ同情して、うん、名前を変えてここで暮らしなさいということで、うん、今でも子孫がそこに住んでるという話なんですね。だからさっきも言いましたけど、日本の捉え方と沖縄の捉え方は少し違うなと、うん、女性はやっぱり情熱的だなという感じがしますね、うん、でも情けがあっていいですよね、人間的でね、うん、まあ、人間的でいいですね、はい、はい、うん、それからちょっと話は変わるんですけど、はい、時間があるんで、今度相模原で障害者施設を襲撃して、はい、たくさん殺すという非常に残酷な事件がありまして、はい、とても残念だし嫌な事件だなと思うんですね、うん、でというのはですね、私も沖縄手帳の一番最後にずっと障害者の芸術作品を載せてるんですよ、はいはい、今年も載せるんですけど、うん、こういう障害者の方々、特に知的障害者の方々は、うん、とても心が純粋なんですね、うん、で自分のことを飾らないんです、うん、で争い事は一切好まない、うん、とても素晴らしい人たちですね、うん、その人たちを役に立たずということで殺してしまうというのは怖いし、まあ、昔のナチの思想と一緒だなと思うことで嫌だなと思いました ね、うん、ね、手帳に載ってるこの絵も素晴らしい才能ですよね、はい、素晴らしいです、うん、心を打つものがありますね、うん、だからそこで封建制度の非常に古い考えのガチガチの頭でもですね、大和は処刑、
これは親のメンツの方が優先するわけですね、うん、で沖縄は最後はこう人間の情が優先するような世界だということで、うん、まあいいのかなと思ってます、うんうん、沖縄手帳発行人の時間でした。